てを夢の世界に変えるエンタメと郡川清の力を実感しました。おはようございます。大阪から帰宅したら感動の余韻に包まれながら、ほっとして脱力して仕事のメールチェックをまずしました。危険なヴィーナスを見ながら夕食をいただいて陽子の宴会直前の録画をしっかり見て、旅の片付けと今日の仕事の準備をしていたら、睡魔が、ピリオド。早く先週楽のご報告をしたかったのに、そして、今朝も書き出しては見たものの、駆け足の報告になりそうでごめんなさい。最近は、こんな状況ですから、とにかく免疫力を落とさないために寝不足しないことを自分に課していて、眠くなった時は、身体が休息をしているのだと思い、なるべく眠るようにしているのです。おかげで、今朝はすっきり。朝の検温も平熱でしたから。今日はお昼前から恵比寿でお仕事なので、あまり時間がなくて、ごめんなさい。今日1日を乗り越えれば、明日はオフですので、千秋楽のこと、そして前楽のことも真心込めて書かせていただければと思っています。先に、今朝は、作演出の池田正幸先生のブログをリンクさせていただきます。読んでいて、涙がこぼれました。池田先生、素晴らしい舞台をありがとうございました。そして、郡川清さんのために、蘭蓮司会という素晴らしいキャラクターを作り出してくださり、ありがとうございました。清さんは、前楽の第2部のコンサートで、かつで、清の森の日陰のカズラで、自分とは新劇のキャラクターを日々演じるからさに、ステージでの弾ける笑顔の陰で、人知れず毎日泣いていたことをお話しされました。そんな時代を乗り越えて、今や、キャストはもちろん、全スタッフを牽引し、皆の心を一つにする頼もしく輝かしい座長に成長された清さん。ここで、改めて敬意を込めて、拍手を送ります。簡単ふ。作演出の池田正幸先生は、我らがキー座長への賛辞を、ご自身のブログに書いてくださっていますね。池田正幸の、ま、な生活奇跡の大戦就学11月29日。清さんがインスタグラムにアップされたこの奈落でのショットは、とても珍しく貴重なものなのだということを、池田先生の解説で知りました。池田先生は、コロナが世界を席巻している大変な世の中で、こんなことを書くのは不謹慎だと承知していますが、と前置きされてから、あえて申します。キーちゃん、この状況下で立派に座長の重責を果たされました。その人の真の力は、平時ではなく乱世にこそ現れると言います。この非常時を無事務め上げたあなたは、もっともっと大きく、さらに進化されるでしょう。あなたの未来はすごいことになるはずです。僕は確信しています。キーアイナ。池田先生のお言葉、最高に嬉しいですね。それもこれも、やっぱりキーアイナがどんな時も全力で頑張ったから。いつも一生懸命をありがとう。簡単ふ。2020年11月29日。私はこの日のことを、これから何年経っても鮮やかに思い出すことでしょう。朝。ホテルの窓から見た晴れやかで美しい大阪の街並み、胸いっぱいに吸い込んだ少し冷たい空気、ピリオド。劇場に足を踏み入れる時の胸の高鳴りとどこか張り詰めた緊張感、ピリオド。座席に座って、ドンチョウを見つめた時の思い、いよいよオープニングの音楽が鳴り、皆の手拍子が響き渡り、ドンチョウがスルスルと上がっていく瞬間は、ピリオド。もう、幕開け前からのすべてが、千秋楽の一部に思えるのです。未曾有のウイルスの恐怖に怯えながら身を守っている状況下で、ステージの前後までをも夢の世界に変えてしまうことに、これこそがエンターテイメントの力であり、郡川清の力なのだと、改めて感じています。第一部のお芝居、限界突破の七変化、恋し帰り日記、で、獅子頭をまとって登場された清さん。下へ参りまからす。ダブル引用符。と、奈落に戻っていく際、さっとその姿を消されたので、客席にどよめきが、生。実際には、奈落に沈んでいく際、
その場でかがまれたのだと思いますが、見ている私たちには、急に姿を消されたように見えて、冒頭からワクワクさせていただきました。あや姫に扮した蓮司会が、源さんに会わせてほしいと、おじさま、お願いと品を作って懇願するシーンでは、すっかり骨抜きにされた黒坂播磨を横目にしてやったりの百面相を披露してくださり、大受けでした。後半のあや姫様とお殿様との対面で、上下をつけた正装で舞台の下駄側に座っておられた蓮司会こと清さんは、すでに涙をこらえておられる様子に、私には見えたのです。そこからはずっと心の奥で涙しながら笑顔を振りまいていた清さんでしたが、最後のシーンで、蓮司会が、たとえ茨の道でもというセリフで、いよいよ涙声になられました。皆さんに囲まれてのエンディングでは、出演者の皆さんも、もらい泣きされていて、ピリオド。いえ、それだけではありませんね。皆様、ご自身の千秋楽に至るまでの日々を思い出され、感想できたことに心から感動されていたのだと思うのです。お芝居の後半で、一筋の涙を流された河野太郎さんは、終演後のカーテンコールで、お芝居中に泣いたのは初めてだったとおっしゃっていました。あや姫に扮した清さんと目を合わせたところから、涙腺がどうにかなりそうだったそうです。そう話して、また涙がこぼれた河野さんの涙を、清さんがそっと拭いておられました。恋司会、日本一。恋司会、世界一。恋司会、宇宙一。心の中で思い切りそう叫んで、そのすべての思いを拍手に込めたのです。それでは皆様、次の記事で改めて、千秋楽のことを書かせてください。こちらは28日の2、新幹線から見た富士山です。前夜、よく眠れなかったので、新横浜を過ぎたところから眠ってしまったのですが、ふと目が覚めたら、美しい富士に見惚れつつ、急いでスマホを取り出して写メしました。私は、その勇姿に公演の成功を確信したのです。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。